どうもこんにちはこんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です、えー、本日もこのコーナーでは本日朗読していく作品の紹介をしていきたいと思います、えー、今日朗読していくのはですね江戸川アランポー作盗まれた手紙」です、えー、江戸川アランポはですね1809年生まれ1849年坊主 とということなんですねでちょっと調べててびっくりしたんですけどいろ、えーまあ、んな作品を描いていたんですけどちょっと理由はわからないんですが貧窮だったらしくてで次第に酒に溺れるようになり酒場で意識不明のところを発見され病院に担ぎ込まれるが意識は回復せず、えー、死去ということらしいんですねなんかすごく有名な作家さんですし まあなんか割と裕福な人生を送ってたのかなとか勝手に思ってたのでちょっと衝撃なえ情報でしたえそしてですねこの「盗まれた手紙」という作品はですねなんか他の小説に結構この名前が登場することがあったんですね例えばこの「君は江戸川乱歩の盗まれた手紙を読んだことがあるかい?」とか「江戸川乱歩の盗まれた手紙でこういうトリックがあっただろう?」みたいなことを なんか引用というかまあ、使われてたりしたんですよねでどういう作品なんだろうなと思って、えー、興味を持って、えー、朗読してみたという感じですねもちろんそれはやっぱりネ、ね、トリックがしっかりしているからこそ、えー、他のところに引用されているんじゃないかなと思っておりますはいそれでは改めまして本日朗読していくのは江戸川アランポー作盗まれた手紙ですそれでは本編をどうぞ ポー盗まれた手紙パリで1 8 0 0年の秋のある風の吹きすさぶ晩暗くなって間もなく私は友人 C、e ・オーギュスト・デュパンと一緒にフォーブール・サンジェルマンの竜ノ街33番地4階にある 彼のの小さな裏向きの図書室、つまり書斎で木葬と開放石のパイプとの二重の快楽にふけっていた少なくとも1時間というものは我々は深い沈黙を続けていたそして誰かがひょっと見たら2人とも部屋中にもうもうと立ち込めたタバコの煙がくるくると渦巻くのに しかし私自身はその晩の早い頃我々の話題になっていたある題目のことを心の中で考えていたのだったというのはあのモルグ街の事件とマリー・ロジェー殺しの怪事件のことなのであるだから部屋の扉が開いて 我々の古なじみののみパリじい氏が入ってきた時私にはそれが何か暗号のように思われたのであった我々は心から彼を歓迎したこの男には軽蔑したいところもあるが面白いところもあったしそれに我々はここ数年間彼に会わなかったからである 2人はそれまで暗いところに座っていたので、ルパンはすぐランプをつけようとして立ち上がったが、G が、ある非常に困っている公務について、われわれに相談にというよりも、私の友の意見を聞きに来たのだというと、ルパンはそのまま再び腰を下ろした。もし、何かよく考える必要のあることなら、 暗闇の中で考えた方がいいでしょう。と彼は頭身に火をつけるのをよしていった。また君の奇妙な考えですな。と総監が言った。彼は自分のわからないことを何でもみんな奇妙なという癖なので、まったく。 奇妙なことだらけの真ん中で生きているのだったいかにもそのとおりとデュパンは言って逆にたばこをすすめ座り心地のよい椅子を彼の方へ押しやったところで今度の面倒なことというのは何ですかと私が尋ねた殺人事件なんぞは。 もうごめんこむりたいものですないやいやそんなものじゃないんだ実は事柄は至って単純なので我々だけで十分うまくやって行けると思うんだがでもデュパンくんがきっとその詳しいことを聞きたがるだろうと思ったんでね何しろとても奇妙なことなんだから単純で 奇妙か」とデュパンが言ったうんさようでまたどちらともその通りでもないので実は事件は実に単純なんだがしかも我々を全く迷わせるのでひどく参っている始末なんだじゃあ多分事柄があまり単純なのでそれがかえって。 あなたをと友が言った「バカ」を言っちゃいかんと総監は心から笑いながら答えたきっとその謎はちとはっきりしすぎるかなとデュパンが言ったおやおやそんな考えってあるもんかね 少々、わかりきって言いすぎるんだよ。<laughs> <laughs> と客は大層面白がって大笑いしたおおデュパン君、こう笑わされちゃ助からんよところでいったいどんな事件が起こっているんですかと私が尋ねた。 じゃあお話ししようかと総監はタバコの煙を長くしっかりと考え込むようにふかし自分の椅子に座り込んで答えた手短に話しましょうだがその前にご注意願いたいのはこれは絶対秘密を要する事件でもし僕が他人に漏らしたことが知れたら僕は。 おそらく今の地位を失わねばならんということです。まあ、お始めなさい。と私が言った。なんなら、およしになっても。とデュパンが言った。では話しましょう。ある後期の筋から内々で僕に通知があって、宮廷から 絶対に重要なあるが盗んだ当人はちゃんと分かっているんだそれには疑いはない取るところを見られているんだからねまたその男がまだそれを持っていることも分かっているのですそれがどうして分かっているんですとデュパンが訪ねた。 そそれは、のの書類の性質からと、またそれが盗んだ人間の手を離れるとすぐ現れるはずのある結果がまだ現れないことからはっきり考えられるのです。つまり彼が最後にそれを使うはずのその使い方から起きる結果が現れていないんでね。と壮観が答えた。 もう少しはっきり願いたいと私が言ったよろしいじゃあ思い切って言うがその文書はそれを持っている者にある方面である種の勢力を与えるのだそこではそういう勢力は莫大な価値があるのです総監は外交用語を使うのが好きだった まだ私にはすっかりわからんが」とデュパンが言った「わからないよろしいその書類を名は言えないがある第三者に暴くとある非常に高い地位の方の名誉に関わるのですなそしてこの事実は書類の所有者にその高貴な方に対して権力を振るわせ」 その方の名誉と平和とが危うくされているのです。しかし、その権力なるものはと私は郷をさんだ。盗まれた人が盗んだ人を知っているということを、その盗んだ当人が知ってのことでしょう。誰がそんなひどいことを。ところが盗んだ人というのは？ と、G、は言った。男らしいことであろうとなかろうとどんなことでも平気でやるあの D 大臣ですよその盗み方は大胆であるとともに巧妙でもあったのですその書類は打ち明けて申せば手紙なんですがその盗まれたお方が 王宮の奥の間にお一人でいらした時にお受け取りになられたものです。そのご婦人がそれを読んでおいでになる時にもう一人の高貴な方が不意に入ってこられた。ところがそのご婦人はその手紙をとりわけその方には見せたくないと思っておられたものなんですな。で、 急いでそれを引き出しの中へ押し込もうとされたがダメだったのでしかたなしに開いたままテーブルの上に置きになりましたでも宛名が一番上になっていて従って内容のところが隠れていたので手紙は別に注意されずに済んだというわけでしたこの時に D 大臣が入ってきたのです彼の山猫のような目はすぐその手紙を見つけ宛名の筆跡を認めそれから受け取り人の方の狼狽しておられるのを見て取りその方の秘密を知ってしまったのですないつものように用向きを手早く済ませると彼は例の手紙と いくらかにている一つのてがみをとりだしてそれをひらきちょっとよむようなふりをしてそれからそのもんだいのてがみとぴったりならべておきましたそしてまた15分ばかり公務について話をする。さて退出する時にかれはテーブルからじぶんのものでないてがみをしっけいしていったのですよ。 その手紙の本当の所有者はそれを見ておられたけれどもその第三者の方がすぐそばに立っておられるところでもちろんその行為を咎めるわけにはゆかなかったんですね大臣は自分の手紙を大事でもなんでもないものをテーブルの上に残してさっさと引き上げたんです。 なるほどそこでとデュパンが私の方を向いていった「君の言っているその権力なるものが完全にふるわれるわけがちゃんと分かったことになるんだね」「盗まれた人が盗んだ人を知っているということを盗んだ当人が知っている」ということが「そうなんだ」と壮観が答えた。 それで、こうして握られた勢力はこの数か月の間政治上の目的にはなはだ危険な程度にまで利用されてきているんだね盗まれた方はご自分の手紙を取り戻す必要を日ごとに通説に感じておられるだがこれは無論大っぴらにやるわけにはいかないとうとう思いやまって ことをににお任せになったのです。なるほどあなた以上に賢明なやり手は望めないし想像もされないですからなとデュパンはもうもうと煙の渦巻く中で言ったお世辞を言っちゃいけませんよしかしまあそんなようなことかもしれないなと総督は答えた あなたのおっしゃる通とおりと私が言ったその手紙がまだ大臣の手にあることは明らかですね権力を与えるのは手紙を何かに使うことではなくそれを持っていることなんだから使ってしまえば権力はなくなるわけだその通りとおりとじいは言ったで その確信のもとに私は捜査を進めたのですまず第一になすべきことは大臣の屋敷をすっかり捜索することでしたそしてそこで私の一番困ったのは彼に知られないで捜索しなければならんということでしたよ何よりも我々の計画を彼に疑われるようになると危険が生ずるかもしれないということを たは警告されたんですから。ですがと私は言ったそのような調査はあなた方には全くお手のものでしょうパリの警察は今までにそんなことは何度もやったことがあるんだからそうですともだから私は失望しなかったんですそれに 大臣の習慣も私には非常に好都合でした彼はよく一晩中家を空けるのです召使いもたくさん使っていない彼らは主人の部屋から離れたところに寝ているし主にナポリ人だから造作なく酔わせてしまえるのですご承知の通り私はパリ中のどんな部屋だろうが戸棚だろうが 開けられるる。鍵を持っているこの3ヶ月というものは一晩だってその大部分を私が自身で D の屋敷をくまなく探さずに過ごしたことはありません。私の名誉に関わることだしそれに本当のことを言ってしまえば報酬は素晴らしいんですよ。だから私は創作をやめずに続けていたのですが。 ととうとう、盗んだ男は私よりももっと端っこい人間だということが十分に分かってやめてしまいましたあの書類を隠すことのできそうな屋敷じゅうのどんな隅々までも調べたつもりなんですがねえしかしですねと私は提言したその手紙が 確かに大臣の手にあるとしても彼がそれを自分の屋敷以外のどこかに隠しているかもしれんということはありえないでしょうかそいつはまずほとんどありえないことだね、とデュパンが言った宮廷での現在の特殊の事情ととりわけ D の関係しているという評判のある陰謀問題とから。 その書類をすぐに間に合わせることがそれを即座に取り出せることがそれを持っていることとほとんど同じくらいに重要なことなんだからなそれを取り出せることというとと私は言ったつまり破いてしまえることさとデュパンが言ったなるほどと私は言った じゃあその書類は明らかに屋敷内にあるわけだ大臣がそれを体につけているなんてことについては問題にしなくてもいいんでしょうな全然ないねと総督は言った追いはぎの仕業のように見せて二度も彼を待ち伏せして僕自身の監視のもとに厳重に体を探させたんだから そんな厄介なことはしなくたってよかったのにね。とデュパンが言ったリーだってまんざらバカでもないだろうと思うとすればそんな待ち伏せされることなんぞは当然のこととして予期していたに違いないでしょうよまんざらバカではねえ。と G は言っただがあの男は詩人ですぜ。 詩人なんてものはバカとほんの一隔てだと私は思っていますよ。いかにもルパンは開放石のパイプからゆったりと考え込んででもいるようにたばこの煙を吹き出してから言ったもっとも僕だってへぼしを作ったことがあるんだがあなたの創作のことをすっかり詳しくお話しになってはどうでしょう 私が言ったがっおおそうですないやもう我々は時間をかけてゆっくりどこもここもみんな探したというわけなんですこういった仕事には僕は長年の経験があるんで僕は建物全体を一部屋ごとにかかり一部屋に満1週間の夜を費やしましたはじめに各部屋の家具を調べたのです ありとあらゆる引き出しを開けてみましたご承知のことと思うが相当に熟練した警察官にとっては秘密の引き出しなどというようなものはありえないのですこういう捜索にあたって秘密の引き出しがその目につかないと思う者がいるならそれはアホですよそれほど優しいことなんです どんな戸棚でもみんな測られる容器の空間のある一定の量があるところで我々は正確な物差しを持っている1ラインの50分の1だって見落とすはずはない戸棚の次には椅子を調べましたクッションは僕が使っているのをご覧になったことのあるあの細い 長い針で探ってみました。テーブルからはう板いたをとりのけてみましたななぜそんなことをテーブルやそれににたようなつくりのかぐのう板いたはときどきものをかくそうとするひとがとりのけることがあるのですそうしてあしにあなを開けしなものをそのなかへいれて 上板を元の通りにしておくんですよ。寝台の柱の底や頭も同じ具合に使われます。しかし、そんな穴は叩いてみたら音でわかりはしませんかね？と私は尋ねた。品物を入れるときにその周りに綿を十分に詰めれば決してわからない。 その上にわれわれの場合では何しろ音を立てずにやらにはならなかったもんだからしかしあなただってものを入れられそうな家具をどれもこれもみんな取り外すことはできなかったでしょう。バラバラにすることはできなかったでしょう手紙の一通くらいなら細くぐるぐる巻けば大きな編み物針と形も大きさも大して違わないものに巻き縮められる。 そんなふうにすれば例えば椅子の3の中へでも差し込むことができるかもしれん。あなたは椅子を1つ残らずバラバラにシェアしなかったでしょう。そりゃあしませんでしたがね。だが我々はもっとうまくやりましたよ。屋敷中のあらゆる椅子の3。それから実際あらゆる種類の家具の継ぎ目を 非常に強度の拡大鏡を使って調べたんです。近頃手をつけたような跡が少しでもあれば、すぐに我々の目につかないはずはない。例えば、切りくずの一粒でもリンゴみたいにはっきりしたでしょう。にかわ漬けが少しでも変だったり、継ぎ目が少しでも普通以上に開いていたりすれば、それだけで、 十分に見破られたでしょう鏡はご注意なすったでしょうね板とガラスとの間をまた寝台や寝具はお探りになったでしょうねそれからカーテンやじゅうたんもそれはもちろんそんなふうにして家具を一つ残らずすっかりやってしまうと今度は家の全面を区画して一つでも見落としをしないように それに番号をつけてやりました。それから屋敷じゅうを各平方インチごとにそのすぐ隣の2軒も含めて前のように拡大鏡で精密に調べたのです隣の2軒の家もそりゃあさぞ大変なお骨折りだったでしょうなそうでしたよでも何しろ報酬がばく大なんでね 家の周囲の地面も含めておやりになったんですね。地面にはすっかりレンガが敷いてあるんでねそれほど骨を折らずに済みましたよ。レンガの間の苔を調べたんだが動かされていないことが分かったのです。むろん D の書類の間や図書館の書物の中もご覧になりましたね。いや見ましたとも。 つつみはかたっ端しからあけてみました書類はみんなある警官たちのやるようにただふってみるだけではまんぞくできなかったのでねあけてみるばかりでなく1さつごとに1まい1まいめくってみましたまた本のひょうしもみんなひじょうにせいかくにあつさをはかりひとつひとつかくだいきょうでうんとちゅういぶかくしらべました 最近に想定に手をつけたものがあれば目に留まらないなんてことは絶対になかったはずです製本から来たばかりの56冊の本は針で念入りに探ってみましたのの調かになじゅうたんはみんないで床板を拡大鏡で調べました。 それから壁紙も。ええ穴らも見ましたね見ましたそれじゃあと私は言ったあなたは見込み違いをしていらしたのでしょう手紙はあなたが想像なさるように屋敷の中にはないんですよ僕もそうじゃなかろうかと思う と、そう考えった。でデュパンくんどうしたらいいでしょうね屋敷をもう一度完全に探すんですなそれは全然不要だとじいが答えた手紙が屋敷の中にないことは僕が生きているのと同じぐらい確かですよだが 僕にはそれ以上の助言はできないのです」とデュパンは言ったあなたはもちろんその手紙の正確な説明書を持っているでしょうねええもちろんですともそう言うと総監は手帳を取り出して紛失した書類の中の様子と事に外観を詳しく書いたものを大きな声で読み始めた その説明書を読み終わってしまうと間もなく彼は帰っていったが私は今までこの善良な紳士がこれほどすっかり意気消沈しているのを見たことがなかったその後、一月ほど経ってから彼はまた我々を訪ねてきたがその時も我々二人は前とほとんど同じようなことをしていた彼はパイプを取り椅子に腰を下ろし ふつうの話を始めたとうとう私は言いだしたところでじいさん例の盗まれた手紙はどうなりましたあの大臣を出し抜くなんてことはとてもできないととうとう諦めたようですなあの畜生いまいましいやつだそうですよデュパンくんが言ってくれたとおりに 僕はもう一度調べてみましたがやっぱり思ったとおりまったく無駄骨を折ったばかりだったよ報酬はどれだけだと言いましたかねとデュパンが尋ねたずたうんたいしたものだ非常にたくさんな報酬だはっきりいくらとは言いたくないのだが 誰でもあの手紙を僕に渡してくれる人には僕の小切手で5万フランあげてもかまわないということだけは言っておきましょう実はあれは日ごとに重要になってきているので報酬が最近2倍にされたんですだがたとえ3倍にされたところで僕は今までしたことより以上には何もできない うん、なるほどリュパンは開放石のパイプをふかすあいまにゆっくりと言った僕は思うんだがねじい。あなたはこの事件に対してまだできるだけ骨を折っていないようですなあなたはもうちょっとやれたと僕は思うんだがなえどうして どんなふうに何ねあなたはこの事件について人の意見を用いたらよかったろうにねえあなたはアバニシーの話を覚えていますかいやアバニシーなんぞくたばってしまえだごもっともくたばってしまえでけっこうだがねある時 ある金持ちのケチンボがそのアバシニーに医療上の意見をタダで聞こうという工夫をしたんですそこでどこかで会った時世間話を始めて「もしもこういう患者がいたなら」というふうにして自分の病状をその医者に話したのですなその男の証拠はこうこうだということにいたしますと「さて先生 あなたならその男に何を用いろとおっしゃいますかとそのケチンぼが聞いたんですね。さよう。むろん医者の助言を用いるんですな。とアバニシーは言ったそうですよ。だがと創刊は少しムッとしていった。僕は、 完全に喜んで助言を持ちますしそのお礼も払いますよこの事件で私を助けてくれる人があれば誰にでも5万フランを本当にあげるつもりなんですそれならとデュパンは引き出しを開けて小切手帳を取り出しながら答えたそれだけの額の小切手を僕に書いてくだすってもいいでしょうそれに署名したら あの手紙をししましょう。私はびっくりした創刊は全く雷に打たれたようだった彼はちょっとの間物も言わず身動きもせず口をポカンと開け目の玉が飛び出るようにして信じられないというふうに私の友を眺めていたそれからどうやら我に返ったらしく ペンをつかんで、何度もやめたりぼんやり眺めたりしたのちやっと5万フランの小切手を書いて署名しテーブル越しにデュパンに渡したデュパンはそれを念入りに調べて紙入れにしまいそれからエスクリトワールの引き出しの情を開けそこから一通の手紙を出して送還にやった。 総監は狂気せんばかりにそれをしっかりつかみ震える手で開いてその内容を大急ぎでちらりと見それから扉の方へよろめきよるととうとう部作法にもさっきリパンが小切手を書いてくれと言った時からひと言も口をきかずに部屋からそして家から飛び出していったのであった彼が言ってしまうと リパンは説明をし始めた。パリの警察はねと彼が言ったその道ではなかなかの手腕があるんだよ彼らは根気がいいし工夫力もあるし狡猾でもあるし職務上主として必要なように見える知識には十分によく通じているだから G が D 体の家宅捜索をした方法を 我々に詳しく話してくれた時僕は彼の労力の及ぶところまでは彼が申し分のない調査をしたということを完全に信じたんだ彼の労力の及ぶところまではだってと私は言ったそうさとデュパンが言った取られた手段は その種の最上のものであったばかりではなく完全無欠なところまで実行されたのさ手紙が彼らの捜索範囲内に置いてあったならあの連中はきっと見つけたろう私はただ笑ったが彼は全く真面目で言っているようであったそんなわけでと彼は続けていった 手段はその種のものでは上等だったし立派に実行もされたただ欠点というのはその事件とそれから相手とに当てはまっていないということだったんだよ創刊は非常に巧妙な方法というのはプロクルステスの信頼のようなものだと思って自分の計画を無理にそれに適合させようとするんだね彼はいつも、 自分の手にしている事件に対してあまり辛抱すぎたり占領すぎたりしてしくじるのだ小学校の子どもだって彼よりももっとうまく推理するのがたくさんいる僕は8歳ばかりの子どもを知っていたがこの子は「超か半か」という勝負で言い当てるのがうまくてみんなに褒められていたこの勝負は簡単なものではじき石でやるのだ1人が、 この石を手にいくつか持っていて、相手にその数が超過半かと聞く。もし当てたら、当てた方が一つ取るし、違ったら一つ取られるのだ。今言ったその子供は、学校中の弾き石をみんな取ってしまったものだよ。無論、彼は当てる法則といったようなものを持っていたのだ。というのは。 ただ相手の端っこさを観察してその程度を測るということなんだ。例えば全くのバカが相手になっていて握った手を挙げて「超か「半」かと聞く。その生徒は「半」と答えて「負ける」が「二度目には勝つ」。というわけは彼はこう考えるのだ。 このバカは初めに蝶を持って勝ったんだからこいつの利口さの程度では2度目には藩を持つくらいのところだろうだから藩と言ってやろうとねそこで藩と言って勝つのだそれから相手がこれとはもう少し上のバカだと彼はこういうふうに考える「こいつは 初めに僕が「半と言ったので2度目にはすぐ前のバカのように簡単に腸から藩へ変えようとするだろう。が考え直してこれはあまり簡単な変え方だと思いつき結局やはり前のように腸を持つことに決めるだろう。だから「腸」と言ってやろうとね。ね と言って勝つんだそこで仲間の者たちに運が強いと言われていたその生徒のこの推理の方法だね。これは最後まで分析すると何かねそれはただ推理者の知力を相手の知力と合致させることに過ぎんね。と私は言ったそうなんだとデュパンが言った。 で、僕はこの子どもに彼の成功のもとであるその完全な合致をどんな手段でやるのかと尋ねたらこう答えた僕は誰かがどれくらい賢いかどれくらい間抜けかどれくらいいい人かどれくらい悪い人かまたその時のその人の考えがどんなものかということを知りたいと思う時には 自分の顔の表情をできるだけ正確にその人の表情と同じようにします。それからその表情と釣り合うようにまたは一致するようにして自分の心や胸に起こってくる考えや気持ちを知ろうとして待っているんです。というのさこの生徒のこの考えはロシュフこうやラ・ブリュイエールや マキャベリやカンパネラのものとされているあのあらゆる偽の真剣さよりも深いものだよ。でその推理者の知力を相手の知力と合致させることはだね。と私は言ったもし君の言うことを僕が誤解していないなら相手の知力を測る正確さのいかんによるね。 実際上の価値としてはそういうことになるね。とデュパンは答えた。で創刊やその部下たちがあんなにちょいちょい失敗するのは第一にその合致が欠けているためで第2には相手の知力の測り方が悪いためというよりはむしろ測らないためなんだ。彼らは、 ただ自分たち自身の工夫力だけしか考えないそして何でも隠されたものを探すのに自分たちの隠しそうな方法だけしか気がつかない彼ら自身の工夫力が普通一般の工夫力の忠実な代表であるという点まではこれは正しいが特殊の悪人のコーチと 彼ら自身の知恵の質が異なっている場合にはもちろん彼らはしくじってしまうこれは相手のコーチが彼らより以上の時はいつもそうだしその以下の場合にも大抵そうなんだ彼らは調査をする時決して方針を変えるということをしないせいぜい何か非情な出来事何か素晴らしい報酬などで励まされると 自分たちの方針は変えないでただ元のやり方を拡張しまた大げさにする。例えばこの D の場合に行動の方針を変えるためにどんなことがされたかあんな風に穴を開けたり単身で探ったり叩いて音を試したり拡大鏡で事細かに調べたり建物の表面を平方インチに区画して番号をつけたりすること そんなことはみんな総監が長い間の在職中に見慣れてきた人間の工夫力に関する一連の考えを基礎にしている探索方針の一つあるいはいくつかを大げさに応用したものに過ぎんじゃないか彼はあらゆる人間は手紙を書くのに必ずしも椅子の足に霧で穴を開けないにしても少なくとも 椅子の足の切り穴に手紙を隠そうとするのは同じような考えから思いついたどこかたやすく人目につかぬ穴か隅っこに隠すものだと決め込んでいるんじゃないかがそういった念の入った隅っこに隠すことはただ普通の場合にだけ用いられるものでただ平凡な知力の者のが用いるだけじゃないか。なぜかといえば、 物を隠す場合には皆その隠す品物をそういう念入りの方法で処置するということはまず第一に考えられることだし推量されることなんだからねだからそれの発見はちっとも探索者の明便さ以下によるものではなく全然単なる注意と忍耐と決意とによるのだそして事件が重大な場合にはあるいは つまり報酬が多い時にはそういう特性は決して欠けるはずはない。というわけだからもしあの盗まれた手紙が送還の調査の範囲内のどこかに隠してあったなら言葉を変えて言えばそれの陰徳の方針が送還の方針の中にあるものだったならそれの発見は たいの余地はなかったろうと僕の言おうとしたことは君にはもう分かったろうそれなのにあの先生はすっかり煙に巻かれてしまったそして彼の失敗の原因はあの大臣はバカであるなぜなら彼は詩人としての名声を得ているからと推定したことにあるのだすべてのバカは詩人であると 総督は自分で思っているそうして彼はそこから「すべての詩人はバカである」と推論してただノーンディストリブーティオメディの誤謬に陥ったのさだが詩人というのは本当かねと私は尋ねた兄弟が2人あるということは聞いているし2人とも文明はある。 だが、確かあの大臣の方は美文学についてかなり博学の著述があったと思うよあの男は数学者であって詩人じゃないよいや違うよ僕はあの男をよく知っている彼はその両方なんだ詩人兼数学者なればこそ彼はよく推理するのだ 単なる数学者に過ぎなかったら彼は推理なんぞはちっともできなくて相関の思うままになったろうこりゃあ驚くねえ。と私は言ったそういう意見は世間の通説とまるで矛盾しているからね君は何世紀もの間十分理解されてきた考えを無視しようとするんじゃあるまいな。 数学的な推理こそ長い間特に優れた推理と見なされているんだからねあらゆる公衆一般の観念あらゆる世間一般に承認されたる慣例は愚かなるものと思わば間違いなしなんとなればそうは衆軍を喜ばしむるものなればなりさとデュパンは シャンフォールの言葉を引用して答えたいかにも数学者は君の今言ったその世間一般の語尾を広めるのには全力を尽くしてきたがそれは真理とししりととてててまっっいたとしても、やっぱり立派な語尾だよ。例えば彼らはこんなことを用いてはもったいないような技巧を持って分析という言葉を代数学に適用させてしまった。 こののごまかしの元素はフランス人だよ。だがもし言葉というものが少しでも重要なものであるならつまり言葉というものが事柄に適用されることによって何らかの価値を生むものであるならだね分析が大数学を意味しないことはラテン語でアンビシャスが a m b i ョ i o n を意味せずレディジオが Religion を意味せずあるいはまた ホーミネス・ウォネスティがこのラブル面を意味しないくらいの程度なんだ君は今パリの大数学者たちを相手に喧嘩してるんだねだがまあ話を続けたまえ。僕は絶対的に論理的な形式以外のあらゆる特殊の形式でなされる推理の効力に従ってまたその価値に反対するとりわけ 数学的の研究にによって引き出された推理に反対する数学は形式と数量との科学であって数学的の推論は形式と数量との観察に適用された論理に過ぎない純粋大数学と言われているものの真理でさえそれが絶対的の普遍的の真理であると想像するところに大きな誤尾があるんだよ。 そしてこの語尾は実にひどいものなのでそれが広く一般に信ぜられているのには僕もびっくりするね数学の行為は普遍的な真理の行為ではないのだ関係形式と数量との関係について真であることも例えば形式と数量との関係についてまことであることも例えば 倫理学などに関してはしばしば非常に間違ったものであることがある倫理学では部分の相和は全体に等しいということは大概まことではない科学においてもやはりその行為はダメだ動機の高級にしたってもそうだよなぜかといえばある与えられた価値を持つ2つの動機はそれを合わせても 必ずその個々の輪に等しい価値にはならないからね。このほかにもまだ、関係の範囲内でだけ真理であるに過ぎない数学的真理がたくさんある。しかし数学者は習慣上、彼の限定された真理から、まるでそれが絶対的に何にでも適用されるものであるかのように論ずるのだ。そして、 世間も実際そうだと想像しているんだがねブライアントがあの大変外白な神話学の中で誰も異教徒の偶話を信じはしないがそれでいて我々はいつもうっかりそれらの偶話を実在するものと思ってそれらから推論をすると言っているのはそれに似た語尾の源を言ってるのさところが かの大数学者たちは異教徒そのものなんで。彼らはその異教徒ののを信じているのだ。そして彼らがその推論をするのはついうっかりして忘れてやるよりも訳のわからぬ頭の悪さからやるんだからな要するにだねただの数学者が闘魂以外のことで信用できる人あるいは X 事情プラス P x が絶対的にかつ無条件に Q に等しいということをひそかに自分の心情としていない人には僕は今までお目にかかったことがないよ。まあ試しにそういう紳士型の一人に「X 事情プラス P x が必ずしも Q に等しくない場合もありうると思う」と言ってやってごらんなさい。 そして君の言おうとしていることを相手に分からせたらできるだけさっさとその男の手の届かないところへ逃げたまえきっと彼は君を張り倒そうとするだろうからね彼の最後の言葉を聞いて私がただ笑っていると彼は話を続けたで僕の言おうとするのはもしあの大臣が数学者であるだけだったら 相関はこの小切手を僕にくれる必要がなかったろうということなんだしかし僕は彼が数学者でありかつ詩人であることを知っていたので僕の物差しを彼の周囲の事情を考えて彼の才能に適合させたのだ僕はまた定心としてのまた大胆なアントリガンとしての彼をも知っていたそういう人間が 警察の普通のやり方を知らないはずはないと僕は考えた彼は自分が待ち伏せされることを予想しないはずがなかったろうそして事実は彼がそれを予想したことを示している彼は自分の屋敷が秘密に調べられることを予知したに違いないと僕は思った彼がちょいちょい夜家を空けることを送還は 自分の成功を助けるものだと思って大いに喜んだが僕はただそれを警察に十分に捜索させる機会を与えそうしてそれだけ早く彼らに G が事実とうとう到達したあの確信手紙が屋敷のうちにないのだという確信を与えようとする策略だと考えたそれからまた 僕がさっきちょっと骨を折って君に詳しく話したあの隠された品物を探す場合にとる警察の一本上司な方針についてのあらゆる考えだねああいう考えはみんな必ず大臣の心に浮かんだろうと僕は感じたそういうことを考えると彼はどうしてもいやおうなしに普通の隅っこの隠し場所などは一切目もくれなかったに違いない あの男が自分の屋敷の一番入り組んだ引っ込んだ隅っこでも創刊の目や単身やりや拡大鏡にとってはひどく普通の戸棚同様に開けっぱなしのものであることを知らないほどぐどんであるはずがないと僕は考えた結局僕は彼がたとえ熟慮の末に選んだのではなくとも当然の成り行きとして 単純な手段を取ったに違いないということを悟ったのだよ君は我々が最初に総監と会った時この事件がそんなに彼を悩ませるのはそれが極めて分かりきっているためかもしれんと僕が言ったら総監がやけに笑いこけたことを多分覚えているだろううん大変なご機嫌だったことをよく覚えているよあんまり笑うので 引きつけやしないかと僕は本当に思ったものだ。と私は言った「物質界には」とリュパンはこう続けた隠蔽やあるいは直蔽が叙述を修飾するとともに議論を強めることができるという習字上の独断がいくらか心理らしく見えるのだ例えば「打勢力」の法則は 物理学でもも学学ででで同一であるらしい物理学で大きい物体を動かすのは小さい物体を動かすよりも困難でそれに伴う運動量はその困難に比例するものであるがこれは形上学で能力の大きい知能は劣等な知能よりもその動作において力があり堅実であり 重大な結果を生ずるけれどもまたそれよりも動かしにくく動きだしても最初の数歩のうちはそれよりもやっかいでためらっているのと同様なのだ。もう一つ例をあげよう。往来の『笑点』の看板の中でどんなのが一番注意を引くかということを君はいつか気をつけたことがあるかい そんなことは考えてみたこともないね。と私は言った地図の上でやる地探しの遊びがあると彼はまた話し続けた一方の者のがまず町の名でも川の名でも州の名でも国の名でもつまりいろんな色のついたごちゃごちゃした地図の表面にあるどんな名でも言って相手に探させるんだ。 この遊びの初心者は大概一番細かい字で書いてある名を言って相手を困らせようとするけれども「くろう」とは大きい字で地図の端から端まで広がっているような名を選ぶのだそういう文字はあまり大きすぎる字で書いてある往来の看板やビラと同じようにあまり明瞭すぎるためにかえって人目につかない そしてこの物理的の見落としは知能があまりひどくあまり明白に分かりきっていすぎる事柄を気づかずに過ごすという精神的の不注意とちょうど類似しているものなんだ。しかしこういうことはあの相関の理解力の幾分上かあるいは下のことであるらしいね。彼は、 大臣があの手紙を誰にも気づかれないようにする一番良い方法としてそれをみんなのすぐ鼻先に置きそうだとかあるいは置いたかもしれないなどということは一度だって考えたこともありゃしないのさだが僕は D の大胆な思い切った明敏な工夫力と彼がその書類を有効に使おうと思うなら常にそれを手近に置かなければならないという事実と それが総監のいつもの捜索の範囲内には隠されていないというその決定的な証言等を考えれば考えるほど大臣がその手紙を隠すのに全然それを隠そうとはしていないという遠大な賢明な方策を取ったのだということが分かってきたのだてっきりそうに違いないと思いながら僕は緑色のメガネを用意してある晴れた朝 ひょっこり大臣の屋敷を訪問した D は在宅していて例の通りあくびをしたりブラブラしたりノラクラしたりして安にゅいでたまらないというふりをしていた彼はおそらく現代での最も本当に精力的な人間だろうがそれは誰も見ていない時だけのことなんだ 彼に引けを取らないようにと僕は自分の目が弱くて困るといいメガネをかけなければならないことをこぼして表面は主人の話にだけ余念なく聞き入っているようなふりをしながらそのメガネの下から部屋中念入りにすっかり見回した僕は彼の近くにある大きな書机に特に注意を向けたその上には 1一つ2つの楽器や何冊かの本とともにいろいろな手紙とその他の書類とが乱雑に載せてあったしかし長い間よほど気をつけて調べたがここには何も特別な嫌疑を引くようなものがなかった部屋をぐるぐる見回しているうちにとうとう僕の目はマントルピースの真ん中辺のすぐ下のところにある 心中の小さなつまみから汚れた青いリボンでぶら下げてある安物の見かけばかりのボール紙製の名刺差しに止まったこの名刺差しには3つ4つの仕切りがあって56枚の名刺と一通だけの手紙とが入っていた手紙の方はひどく汚れてしわくちゃになっていたそれは 真ん中からたつにきかけてあったちょうどつまらぬものだから初めはすっかり裂いてしまうつもりだったがふと思い返してよしたと言ったようにねひどく目立った D の柿板のある大きな黒い封印があって細かな女の筆跡で D 大臣へ当てたものだったそれは名刺差しの上の方の仕切りに無頓着に。 またいかにも存在らしく突っ込んであったこの手紙をちらりと見るや否や僕はすぐにこれが自分の探しているものだと決めてしまったなるほど見たところではこれは相関があの詳しい説明書を読んでくれたものとは根本的に違っているこの方は封印が大きくて黒く D の書きんがあるしあの方は封印が小さくて あく、この宛名は大臣に宛てたもので細かく女文字が書いてあるしあの方の表書きは猿王族に宛てたものでとても太いしっかりした字で書いてあるただ大きさだけが符合しているのだではあるが こういうい相違があまりに端的に根本的であることそれの汚れていることや紙の汚くなって避けていることが D の真の几帳面な習慣と矛盾しているしまたその書類をつまらないもののように見るものを騙そうとする計画だなと思いつかせることそれと置き場所だが書類が「 どの訪問客にも丸見えのあまりに人目につくところにあったこと。従って僕が前に到達したあの結論ときちんと一致しているということ。こういったことは確かに疑うつもりで来たものには非常に嫌疑を濃くするものだったんだね。僕はできるだけ訪問を長引かせてきっと大臣の興味を引き彼が躍起となるに違いない話題を持ち出して。 彼と盛んに議論を続けながら少しも手紙から注意を離さなかったそうして話している間にその外観や名刺差しの中の入れ具合などを僕は暗記したそうしてとうとう一つの発見をしたがそれは僕が抱きそうなどんな小さな疑いでも消してしまうものだった手紙の縁をよく見ているとそれが 必要以上にこすれていることが分かったのだそれはかたい紙が一旦折り曲げられて紙折りヘラで抑さえられその元折られた同じ折り目のところから反対に折り返された時にできる折れ具合なんだよこれを発見すれば十分だった僕にはその手紙が手袋みたいに裏返しにされ再び宛名が書かれ 封印がし直されたことは明らかだった僕は大臣にさよならを言って金製の鍵たばこ入れをテーブルの上に置いたまますぐ帰ってきた翌朝僕はその鍵たばこ入れを取りに行って前日の話をまた熱心に始めたしかしそうしているうちに屋敷の窓のすぐ下のところでピストルの音のような大きな音が聞こえ 続いて恐ろしい悲鳴と群衆の叫び声とが聞こえてきたリーは窓の方へ駆け寄りそれを押し開いて外を眺めたその間に僕はあの名刺さしのところへ歩み寄り手紙を取って自分のポケットの中へ入れそしてあとには外側だけは同じようにした偽手紙を代わりに入れておいたそれは 僕がうちで念入りに用意してきたものなんだパンでこさえた封印で造作もなく D の柿板をまねてね往来の騒ぎは銃を持った男の気違いじみた挙動から起こったものだった彼は女子どもの大勢いる真ん中でそいつを発射したのだしかし弾が込めてないことがわかり 強人か酔っ払いだと思われれて、くままにされた。その男が行ってしまうと D は窓際から戻ってきたが僕は自分の目的のものを手に入れるとすぐ彼の後を追ってそこへ行ったのだそれから間もなく僕は彼と別れてきたその偽巨人は僕が雇った男さしかし君がその手紙の代わりを置いてきたのは どんな目的だったのかねと私は尋ねた最初に尋ねて行った時公然とそいつを取り返して帰った方がよくはなかったかね D はデュパンが答えた無こう見ずな男だまた強烈な男だそれに彼の屋敷には彼のために神明を捧げた従者たちもいる 君の言うような無鉄砲な真似をやろうものなら僕は生きて大臣のところから出ることができなかったかもしれんパリの人たちはそれきり僕の噂を聞かなくなったかもしれないぜしかしそういう事柄とは別に僕には一つの目的があったのさ僕の政治上の悲劇は君もご承知の通りだこの事件では 僕は例の貴婦人の一党員として行動するのだ18ヶ月の間大臣は彼女を自分の権力に従わせてきた今度は彼女の方が彼をその権力に従わせるんだなぜかというと彼は手紙が自分の手にないことに気が付かないで相変わらずあるようなつもりで無理なことをやるだろうからね こうして必ず彼はたちまち政治的破滅に陥ってしまうだろう。彼の没落は急激でもあるしまた見苦しくもあるだろうよ。あの「地獄に降るはやすし」ということを話すのは大変結構だがでもカタラーニが歌の歌い方について言ったように下るよりも上る方がずっとやさしいのだ。 現在の場合では僕は降ってゆく者には何の同情も少なくとも何の怜敏も持っていないあの男はかのモンストラムーンホレンダムだハレンチな天才だだが僕はあの男が創刊のいわゆる猿おかたなる夫人に裏をかかれて僕が名刺差しの中へ入れてきた手紙を開けてみなければならなくなった時 彼がどう思うかということをはっきり知りたくてたまらないねどうして君は何か変わったものでもその中へ入れてきたのかいなに中を白紙のままにしておくのはあんまり良くないだろうと思ったのさそいつは例を失するだろうからなリーは以前ウインナで僕にひどい仕打ちをしたことがある。 それに対して僕はごく機嫌よくこの恨みは忘れないぞと言ってやっただから彼も自分に一杯食わせた人間が誰だか知りたく思うに決まっているだろうから手がかりを与えないのはかわいそうだと僕は考えたんだ彼は僕の筆跡をよく知っている僕はただ白紙の真ん中にこう書いておいたよかかる痛ましきたくらみは よし、アトレにふさわしからずともティエストにこそふさわしけれ」とねこれはクレビオンのアトレの中にある文句なんだ。